モノンガ平川に架かるホットメタル橋メディアを再生するジョーンズ・ロックリン・スチールのサウスサイド工場の煙突群ジョーンズ&ロックリン・スチールは J&L または J&L スチールとも呼ばれていて、アメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグのダウンタウン近くに本社工場を構える鉄鋼メーカーであった。1852年にバーナード・ロースと B・カイ・ジョーンズによって設立され、翌々年にはロースの持ち株がジェームズ・ロックリンに買われている。キャサリン・ヘプバーンの母親側の叔父は、この工場で長らく技術者として働いていた。ジョーンズ&ロックリン・スチールは1852年にバーナード・ロースと B・カイ・ジョーンズによって設立され、翌々年はロースの持ち株がジェームズ・ロックリンに買われている。はじめは航路があるだけの製鉄会社であったが、1886年から他の工場で鋼鉄の生産も始めた。航路工場はペンシルベニア州ピッツバーグのダウンタウンから 4km 南東のモノンガ平川に沿って建てられ、その後その他の工場がこの川沿いとダウンタウンでアレゲニー川と合流してできるオハイオ川沿いに建てられたので、モノンガ平川上にはホットメタル橋が架けられて半製品の運搬をスムーズにした。1905年にはオハイオ川に沿ったアリクイッパに新工場建設された。ジョーンズ&ロックリン・スチールは J&L または J&L スチールとも呼ばれていて、近くに炭鉱を持っていた時期もあった。当時アンドリュー・カーネギーが作った巨大なカーネギー製鋼会社に対して、ピッツバーグでは唯一の対抗会社であった。L&J が注目を浴びたのは、1968年5月にコングロマリットのリング・テムコ・ボートが 63% の株式を買う提案をした事件で、翌月 J&L はこれに同意して買われ、1974年には LTV は L&J を完全に配下に置いた。1981年には、オハイオ川のさらに下流のオハイオ州にヤングスタウン、後半、製鋼工場を建設した。1984には、リパブリックスチールと合併して、LTV スチールとなっている。以前航路があった工場用地は南オークランド学研センターとして再開発された。また、サウス工場用地は住宅用に再開発された。両用地を結ぶホットメタル橋は人道兼バイク用道路とされて、これはアレゲーニー山脈を越えていく大アリゲニー遊歩道の一部となっている。ありがとうございます。